皆さん、こんにちは。スリラーキャットチャンネルのペジタです。今日皆さんにお届けするのは、ほのぼのとした映画で、日本の女優に関する作品です。この映画では、異なる年齢層の3人の女優の物語が語られ、彼女たちがこのような職業に就いた理由は何か、そして彼女たちはどのような人生に直面するのか、皆さんと一緒に彼女たちの生活に触れてみましょう。映画が始まる。キャンバスからガサガサと音が聞こえてくる。彩子は再び自分の創作に取り掛かっていた。彼女の絵は色調が暗く、線が不気味で、ゴシック風情に溢れている。それは彼女自身の爽やかでおとなしい雰囲気とは正反対だった。彩子は幼い頃、母親の周子と一緒に祖母の家に帰ってそこで暮らしていた。彼女はまだ自分が連れてこられた時のことを覚えている。祖母は家を出て10年経った周子に、お前の父親は誰なの？この10年間何をしていたの？と尋ねると、周子はただ簡単に言い訳をし、それ以上話したくなかった。時間はあっという間に過ぎ、彩子は高校生になり、絵を描くことが彼女の唯一の趣味である。彼女は幼い頃、祖母とよく一緒にアルバムを見て、母親の周子の子供の頃の様子を教えてくれていたことをかすかに覚えている。その時の幼い彩子は、母親の周子も自分と同じように、シングルマザー家庭で育った子供だったことを初めて知った。彼女たちはどちらも生まれてから愛が足りなかった。ただ母親は奇抜な反逆でその空白を埋めようとしたが、彩子は絵画で心の隙間を埋めることを選んだ。彩子が思いにふけっていたところ、彩子に片思いしている男子生徒の中村からまたメッセージが届いた。母親のことは気にするな。彩子は突然雷に打たれたような感じがした。中村は周子が若い頃 AV に出演していたことを知ったのだ。彩子が慌てて中村の方を見ると、彼はすでに逃げていた。本田彩子が絵を描いているその時、寂しい思いで寝つけなかった主婦の美穂はすでに起きていた。彼女は隣の部屋で寝ている夫の健のところへ行く。健はぐっすり眠っていて、デスクの上には仕事用のビジネスプランが置かれ、パソコンのドライブには AV のディスクが挿入されていた。美穂はアダルトビデオのディスクを見た瞬間、失意のどん底に落ちた。一緒に寝ることを拒んでいたのは、体に問題があったわけではなく、ただそれを望んでいなかったから。つまり、自分には彼に対して魅力がなかったのだ。朝食の時、美穂は不満をこらえて、再び子供が欲しいという話題を持ち出した。健はやはり、もちろん子供が欲しい。別々に寝ているのは仕事が忙しいからだ、と言い訳をした。私は来月で35歳になるのよ、と美穂は呆れ返っていった。しかし健はまだ、夫婦二人の生活に満足していると言って、妻の提案を断った。美穂が黙っているのを見て、健はすぐに話題を変えてエアコンをつけた。美穂は窓の前で、来年も再来年もここで同じ生活が繰り返される。ずっと私たち二人だけ、と少し絶望的に言った。悩んでいるのは、彩子や美穂だけではなく、町の反対側にいる綾野も、彼女自身の悩みを抱えていた。綾野は母親に内緒で退学し、東京で放浪な生活を送っていた。その後、彼女は AV 男優と出会い、二人は短期間交際をした。ある日、彼らが部屋で愛を交わした後、男優は綾野の小指が少し変形していることに気づいた。綾野は慌てて手を引っ込め、服を着て立ち上がった。これは私の父親の手とそっくりだ、と説明し、最後に、私は兄弟姉妹の中で一番醜い、と無力感に満ちた言葉を付け加えた。男優は冗談めかして、多分遺伝だろうね、と言った。綾野は言葉を続けなかった。内気で自己卑下している彼女は、どうやらコンプレックスを抱えているようだ。男優は、今の生活は君が望むものじゃないだろう。AV 女優になれば、人生がもっと良くなるかもしれない、と笑いながら言った。綾野はまだ決心できていないようで、もう少し考えてみたいと言った。決めたらまた電話してね、と男優は笑って言った。男優に言われた通り、結局綾野は、デビューを承諾し、ミナの綾野となった。こうして、母親が AV 女優であることで、自己卑下する高校生の綾子、夫がアダルトビデオにのめり込み、自分を無視することに怒りと孤独を感じる主婦の美穂、迷いと自己卑下から AV 女優を選んだ学生の綾野、彼女たちの人生はいずれも AV 女優という職業と何らかのつながりができたようだが、では彼女たちを待ち受ける運命は何だろうか。厳粛な主婦である美穂にとって AV 女優に応募することは大きな挑戦だった。しかし退屈な生活が彼女を息苦しくさせていた。結婚への怒りと人生への困惑から彼女は勇気を振り絞り、綾野が働く AV 会社にやってきた。美穂は女優応募用紙の質問を見つめながら、
不安げな表情を浮かべ、最初は誰でも不安に感じるものだとマネージャーは彼女に励ましの言葉をかけた。そして AV 女優を志願する人たちはそれぞれ異なる経験と目的を持っているため戸惑って当然だと言った。美穂は覚悟を決め登録を完了させた。マネージャーが彼女にヌード撮影を提案し、会社のもう一人のモデルについて話してくれた。彼女も屋上で遠くを眺めるのが好きだと言った。マネージャーは素人から AV 女優になる人たちにはそれぞれの困難があることを理解している。だから彼は美穂に自信を持って撮影現場で魅力を発揮するよう励ました。美穂はそれを聞いて下着を脱ぎ、新たな選択に少し期待を持ち始めた。一方、綾乃はちょうど一本の作品の撮影を終えた。撮影が終わると先ほどまで恋人のように情熱的だった男優と瞬時に普通の同僚関係に戻り、丁寧で礼儀正しくお互いにお疲れ様と言い合った。まるで彼女たちの職業に対する態度はオフィスでタイピングするサラリーマンと変わらないかのようだ。この平等は彼女たちの業界内に限られている。外部では彼女たちのような女優は差別されることがまだある。その後間もなく綾乃が女優をしていることが母親に知られてしまった。母親から詰問の電話を受けた時、綾乃は涙をこらえて心が乱れたまま電話を切った。どうやらこの反逆的な逃げ道は茨の道に違いない。一方、美穂の生活は夫婦関係の問題以外にも悲しい出来事があった。美穂の父親は数ヶ月前に意識不明な状態に陥ってしまった。彼女は自分の姉であるミサと一緒に病院で父親の看病をしていた。この時マネージャーが美穂に電話をかけ、彼女が監督に選ばれたことを伝え、土曜日に撮影に行くように誘った。美穂は少し躊躇したが最終的には受け入れることに決めた。姉のミサは意識不明な父親を見て母親が亡くなった後のことをふと思い出す。父親の部屋には AV ディスクがあった。ミサは感慨深げに語った。父親は AV ディスクを頼り孤独を乗り越えてきたのだろう。話題が変わり、ミサは美穂が羨ましくなり、もし父親に孫を抱かせることができたらもっと完璧だろう、それが最大の孝行だったと思うと、子供のことが再び美穂の心に刺さる。彼女は苦笑いをこぼしながら、明日は用事があるので来れませんと言った。彼女は撮影を決意したようだ。美穂にとって彼女の人生はすでに枯れ果てていた。 AV 女優という仕事は彼女にとって良い試みではないかもしれないが、新しい道のりになる可能性がある。東京の夜の繁華街のバーで孤独な綾乃はお酒を飲んでいた。彼女は偶然出会ったファンタジー雑誌の編集者のちと楽しく話をしていた。陽気なのちは綾乃と一緒に自分の女性上司をからかって、綾乃は笑い声を上げた。しかし綾乃の顔には自己卑下的な後ろめたさが見え、女優になったけれども彼女はまだ男性と自信を持って接することができない。朝、二日酔いの綾乃は自分とのちが一緒に寝ていたことに気づく。二人とも昨夜何が起こったか忘れてしまい、のちは昨晩楽しく話していたことだけ覚えているというと、綾乃は恥ずかしそうに朝目覚めるとき男性が隣に寝ているのは初めてだと言った。二人は座ってリラックスしておしゃべりを楽しみ、まるで古くからの友人のようだった。しかし綾乃は慎重に自分の職業の秘密を守った。綾乃も綾子も美穂も三人はお互いに知り合いではないけれど、彼女たちの女優という仕事を取り巻く人生が平凡な週末に不思議な共鳴を生じる。土曜日の朝、綾子は自分の絵が賞を受賞したことを知り、知らせは学校の掲示板に載せられ、皆が彼女を称賛していたが、綾子は必死で群衆を避ける。彼女は注目されるのが好きではない。なぜなら、注目が集まれば集まるほど、彼女の秘密がバレるリスクが高まる。しかし、神は綾子のその願いを聞き入れてくれなかった。学校では悪意を持った生徒が、綾子の母親が女優だったことを全校に広め、さらに生徒たちが冗談で綾子はその情報を見たとき、彼女の世界はついに崩壊した。どれだけ自分が目立たないようにしても、どれだけ人々から逃れようとしても、母親が AV に出演したことがバレてしまう。綾子は初めて自分が絶対的な絶望に陥っていると感じた。彼女は気を失って、彼女にずっと片思いしていた中村に保健室に運ばれた。先生は彼女が目覚めたのを見て、あなただけが志願書を提出していない。お母さんとどこの大学に行くか相談しましたかと聞いた。綾子は母親という言葉を聞いて、すぐにこれは母親とは関係ないでしょうと言って、急いで出て行った。一方、家にいる秀子は、娘が学校で受けた差別を知らずに、綾子の暗い学風を見て、理解できないままに、
満足げな微笑みを浮かべていた。この土曜日は美穂の初めての AV 撮影の日でもあった。彼女は緊張で肩をすくめていた。不安でいっぱいだったけれど、この決断は人生で最も反逆的な選択であり、最も強い決意でもあった。彼女が裸で浴場に入った時、もう美穂ではなく異性に自分の魅力を見せる女性でしかなかった。家族や子供、あるいはそれ以外の全てが一時的に脳裏から消えていた。撮影の途中で休憩時間があった。美穂は遠くに幸せそうな家族を見て涙をこらえられなかった。彼女と共演する男優は彼女に、本当は男女のセックスは愛し合う者同士がするものだ。しかし多くの非恋人関係で行われている行為もある。だから人間はそんなに純粋ではない。それにしても AV はただ一つの職業で仕事でしかない。仕事であれば効率的に完了すべきものである。それだけだ。そして彼はこの業界で生き抜くことができると美穂を励ました。その真摯な励ましに感銘を受けたせいか、美穂はその後の撮影で自分を完全に解放した。しかし家族が彼女に連絡がつかない間に、長い間病の父親が突然亡くなったことが彼女には伝わらなかった。撮影のため彼女は父親と会う最後のチャンスを逃してしまった。美穂が AV 女優になったその日、彩子は母親が女優であることで同級生から差別を受けた。彼女たちは彩子にお気に入りの画家を尋ねるふりをした。彩子を囲む。彩子はキシュバフ・ベクシンスキーと答えた。その時女の子たちは本性を現し、彩子の家族についての噂を語り始めた。彩子は耳を塞いで急いで現場から逃げ出した。彩子に思いを寄せる中村は彼女に追いついて大丈夫かと尋ねた。彩子は自転車を投げ捨て、あなたはストーカーのようにずっと私の後について一体何がしたいの、大声で叫んだ。そして彩子は中村にキスし、それで満足かと言った。中村は彩子の狂った行動に驚き、自転車で現場から逃げた。母親のせいで同級生たちに侮辱されたが、彩子は家に帰って母親の部屋のドアが開いているのを見て、慌てて自転車で母親を探しに行く。幼い頃から父親がいなくて母親と一緒に転々としてきた彩子は、母親の過去に嫌悪感を抱きながらも母親を失うことを恐れていた。彼女が母親、周子がただ麻雀を打ちに行っていただけだと分かった時、彩子は涙をこらえることができなかった。彼女は母親に、また家を出て行ったと思ったと言った。母親に恥辱と深い愛情を抱いており、彩子の心は矛盾と傷だらけだった。彩子が周子を海岸に連れて行く。お母さんは以前 AV 女優だったの、ととうとう口に出した。周子は大胆にもこれを認めた。そして彩子の手を握り、幾分悲しげに、あなたは私より運がいい。絵が描けるし、賞も受賞した。私は本当に何もないという。二人が帰宅する途中、さやこは彩子の背後に座り、空を見つめながら迷いと悲しみに満ちる。さやこはこれまで自由奔放で何にも束縛されずにいたが、心の拠り所がなく、向かうべき方向もわからない。その困惑は誰が理解できるだろうか。そしてそばにいる彩子は、徐々に母親の苦労を感じ始めた。彩乃も同じく苦しんでいた。姉や母親が家を訪ねてきても、冷たい態度を取る。母親はなぜこんな仕事をしているのと大声で聞き、故郷の人たちも知っている。名前を変えても意味がなく、みんながわかると啖呵を切る。彩乃は母親に小声で話すように言いながら部屋に案内する。母親は諦めずに、借金があるのか、それとも騙されたのか、正直に話してと迫る。彩乃は初めて母親からの質問の電話を受けた時、涙が止まらなかった。しかし家族に会うと、彼女は生活費と学費を返すと冷たく答える。母親は彩乃にほとんど懇願するような口調で AV 女優の仕事を辞めるように願い出た。彩乃に拒否されると母親は怒って彼女に平手打ちをした。そばにいた姉が我慢できなくなり、彼女に、あなたが東京に来たのはこんなことをするためじゃないでしょう。あなたは一体どんな人になりたいのと聞くと、彩乃は鏡に映る自分の顔を見つめ、私はもうなりたかった人になったと動じずに言った。ショックのあまりに母親はかつての気品と優雅さを失い、地面にひざまずき、なぜ兄弟の中であなただけがいつも笑わないのか理解できなかった。子供の頃からあなたの考えていることがわからなかったと泣き崩れる。彩乃は取り乱した母親を見て、ついに自分の感情を偽ることができなくなった。母親は彩乃の手を握り、切実に彼女にこの仕事を辞めて、人生を台無しにしないでと懇願した。彩乃は黙って家を出て、再び撮影現場へ向かった。彩乃は表面上、他人の影響を受けていないように見えたが、
AV 女優の仕事は肉体労働であり、長期にわたる疲労と心理的刺激が重なり、彼女は撮影中にプールで気絶してしまった。水中に沈む彼女の体は、まるで綾野の人生のように急速に転落していくようだった。この短い週末で綾子の母親の秘密が無情にも暴かれ、 AV 女優としての綾野は母親の感情を傷つけるだけでなく、自分自身も深い迷いに陥れてしまい、そして夫への復讐として AV 女優になった美穂は最も親しい人を失ってしまった。異なる3人の女性はかつてない打撃を受けていたのだった。気絶した綾野がマネージャーに病院へ運ばれた時、ちょうど病院へ戻る美穂とすれ違った。美穂は父親の遺体を見つめ、悔しさの涙を流した。姉の美沙は、葬儀の責任者はあなたがやるべきだ、あなたが父を一番面倒を見ていたから、そうすれば父も喜ぶだろうと慰めた。その時美沙は何かを決意したかのように、私は妊娠した、父親が倒れたその日に知ったんだ、この子は父の生まれ変わりだと思うと突然言った。美穂がお祝いを言おうとした時、美沙はこの子は私の不倫相手の子供で夫の子ではないと苦しそうに言い、どうして私の人生はこんなになったのか、もし私があなたのようなしっかり者だったらと泣きながら言うと、美穂はしっかりという言葉に何か激凛に触れられたようで、すぐに私は全然しっかり者じゃないと言った。そして夫の剣を連れて家に帰った。綾野もすぐに退院した。彼女は相変わらず雑誌社の編集者のちと会う。二人はいつも楽しく話す。しかしのちの愛情に対して綾野はいつも拒むことも受け入れることもせず、自分の仕事が二人の間の最大の障害だとよく理解していた。夜、綾野はのちと別れを惜しみ、帰宅すると母親が帰った。自分の服がきちんと畳まれ、メモが残されていた。そこには辛かったらいつでも帰ってきてと書かれていた。母親はやはり母親、娘を理解できなくてもやっぱり愛しているのだろう。綾野はそのメモを見て感情を抑えきれず駅まで走っていき、メモを持って母親を引き止めた。母親に向かって、あなたは勝手に辛かったら帰ってくれって、どうやって帰れるの、私は人に見せられない仕事をしている、もう戻れないと叫んだ。母親は聞いて恥を恐れず綾野に近づき、メモを綾野の手に戻し、家に帰るためのメモをなくさないようにしっかり握りしめた。そして母親は綾野を強く抱きしめ、二人は駅で抱き合って泣いた。綾野はとうとうごめんなさいと言って偽りの強さを捨て去り、母親の腕の中で泣き崩れた。この瞬間、母親にとって娘の仕事はどうでもよかった。綾野の方もこれまでにない強烈な母親の愛を感じた。一方、綾子は祖母の小さな店で手伝いをしていた。彼女はついに勇気を振り絞って心の中の疑問を口にした。なぜこんな娘を育てたのか、当時彼女を捨てて良い家庭に嫁いだ方が良くないですかと彼女は祖母に尋ねた。祖母は微笑んで、若い頃私もなぜ自分だけがこんなに不幸なのかずっと考えていた、そしてよく憂鬱に陥りましたと静かに言った。人生には一体何の意味があるのかと何度も自分に問いかけた。でも子供が生まれた時突然分かった。全ての原動力は子供が日々成長するのを見ることで、そして自分が徐々に年老いていくことだ。ちょっと間を置いて祖母は深い愛情と平静さで続けた。消えていた秀子が突然戻ってきた時、私も彼女のわがままを責めていた。でもあなたを見た時全てが解消された。あなたを育て学校に行かせること、それが私の人生の意味であり、あなたの母親の人生の意味でもある。彩子はよくわからないような顔をした。多分本当に多くの理屈は自分が母親になって初めてわかるのかもしれない。その時秀子が入ってきて綾子に綾子の父親が亡くなったことを伝え、彼女にお参りに行くように言った。戸惑った綾子は詳しく聞く暇もなく車に乗って父親のいたところに急がなければならなくなった。この時夫と一緒にミサの家から帰ってきた美穂は心の重荷が大きすぎて落ち着かず、夫の剣に抱いてほしいとお願いした。夫はまだ彼女を断り続けたが、今回の美穂は非常に積極的であった。美穂の様子に驚いた夫は、前とは違うと言った。美穂は怒って、前とは違うって何？私は誰なの？教えて、と叫んだ。制御不能になった美穂を見て、夫の剣は美穂に折れた。二人が交わっている時、美穂は突然泣き出した。困惑した剣に小声で、私はこの二日間、三島で他の男性と関係を持った。AV を撮影していた。だから父の最後の顔を見ることができなかったと告白した。美穂が嘘を言っていないことを確認した後、怒った剣は美穂を殴りたかったが結局手を出さなかった。
これらのことをして僕は平気でいられるもんかと叫んだ。美穂は泣きながら黙っていた。 AV 撮影の最初の目的は何だったにせよ、今はもう取り返しのつかないことになっていた。ケンは少し落ち着いて、頭が混乱していると言って立ち去ろうとした。美穂は彼に向かって、なぜもっと怒らないのと叫んだ。ケンはドアの陰に隠れてやっと泣いた。まともな妻が AV 撮影に行ったことは彼にとってまさに晴天の霹靂で受け入れられなかった。それでも日曜日の朝になると、ケンは美穂を起こし、無理に冷静を装って、今日は葬儀の準備もしないといけない、私たちの問題は後で解決しようと言った。美穂は夫から自分に対する軽視が気になったが、ただ今のところ彼女は葬儀の準備に精神を集中しなければならなかった。日曜の朝、彩子はミサの家のドアをノックした。ごめんなさい、私は本間修子の娘です。母に言われ父の供養をしに来ましたと少し恥ずかしそうに言った。実は美穂の父は彩子のジップでもあった。彩子は父の横に座って彼を見つめていた。自分の父親に会うのはこれが最初で最後でもあるとは思いもよらなかった。実は父は私たちにあなたの母親を紹介したことがありますと美穂は先に言った。私の母はとても複雑な人です。きっと彼女のせいで二人は結ばれることがなかったのでしょうと涙をこぼしながら言った。そうでもないです、美穂は急いで言った。当時父は私たちとミサのことも考えなければならなかった。それを聞いて彩子は、あなたは全く理解していません、私の母は以前 AV を撮影していましたと付け加える。美穂は AV という言葉を聞いて顔色が気まずそうになり、目線をそらすようになった。彩子が母のすさんだ過去話を続けると、彼女は思わず美穂の手を握った。美穂は彩子の手についていた絵の具を見て、彩子も父親と同じく絵が好きだと分かった。それで美穂は彩子を父の画室に連れて行った。その時彩子は父親の若い頃の画風は自分ととても似ていたと気づいた。彼らはさらに同じ画家が好きで同じ画家の画集を持っていた。美穂はその奇妙な絵を彩子に見せ、自分も泣き出した。彩子は父の作品を抱えて、母があんなものを撮影した理由がわからない、なぜこのおじいさんが私の父だということもわからない、でもこの絵が本当に好きですと泣きながら言った。美穂はそれを聞いて思わず彩子を抱きしめた。初対面の姉妹は父の家の前でお互いに抱き合って泣き合う。その時ミサは夫とケンと一緒に二人で父の遺品を片付けていた。ケンは悲しみに満ちた顔で手すりに寄りかかり遠くを見つめていた。どうやら彼も自分の答えを見つけられなかったようだ。1階の美穂と彩子も玄関先に座っていた。美穂は疲れ切っているようだった。彼女は身をかがめて玄関先で横たわった。ためらいながら彩子もゆっくりと彼女の隣に横たわった。二人の心にはそれぞれの苦しみと傷があり、その中には言葉にできない痛みもあった。そして窓の外で輝く太陽は人間のぬくもりであり、灼熱の苦しみでもある。映画の終盤で制作会社の屋上で遠くを眺めるのが大好きな綾乃は、母の愛を理解したことで彼女の表情にあった自己ひげがもう見えなくなった。屋上に立ち、彼女は勇気を振り絞って雑誌編集者のちに電話をかけた。通話内容は知らないが、綾乃がのちにする最も勇敢な告白かもしれない。映画は終わり、最低は2017年にゼゼ・タカヒサが撮影したドラマ映画である。監督は異なる人生の段階にいた関係のないように見える3人、美穂、綾乃、綾子をつなげ AV 女優が直面する人生を描いた異なる運命の中での因果を説明した。美穂は女優になる因を象徴している。窒息させるような平穏な生活、愛に飢える心、打ち明けられない孤独、無視される怒り、未来が見えない絶望、ちゃんとした人妻が最も反逆的な選択をさせられた。無数の女優になる女性たちが美穂の経験とは違うかもしれない。しかし状況は似ている。これらの女性が女優になった後綾乃になるだろう。心の中でこの仕事を正当化しようと努力しながら、家族の非難や蔑みに直面する無数の綾乃は、人に見せられない仕事をしていることを意識している。しかし女優になることは彼女たちが社会に対して最も無力な返答でもある。映画の中で綾子は女優になるかである、引退して子供を産む女優であろうと、人気がある女優であろうと、婚姻関係と未来には潜在的な地雷が埋めてある。綾子は母親の秘密を隠すために心の中はすでに傷だらけだった。秘密が隠しきれなくなると自己卑下する綾子はいじめっ子に反論できず、逃げ場もなく
ただ侮辱に耐えるしかなかった。そしてこれらの女性が構成する因果関係は、綾子の母親周子の人生を貫いていた。彼女は3人の主人公が融合した投影であった。監督は4人の女性で物語を作り上げ、異なる人生経験を持つ女性を描く。 AV 女優という議論を呼ぶテーマで、特殊業界の女性、そして全ての女性が直面する数多くの生活対応を深く掘り下げた。皆さんはこのビデオを見た後、どのような感想がありますか？コメント欄で教えてください。ぜひぜひいいねを押してください。いいねが1万を超えたら、3日以内に新しいビデオをアップデートします。次回お会いしましょう。